はい、今回はですね、ちょっとこのクセモノを紹介します。ちょっと癖あるやつなんですよ。ケビン・グロス・クロイツ。名前が言いにくいな。ケビン・グロス・グロイツ。クロイツか。このグロス、なんかこのベーターみたいなのがめっちゃなんか、ややこしい単語やな。これ B か。こらへんの。まあええけど。88年なんでもう30半ばぐらいか。まあ一応ですね、まだ現役は引退してないみたいで、ドイツのね、カブリープっていうか、何部かもわからへんな。4部か5部かわからへんけど。まあそういったところでまだ、プレイしてるというところですね。もう読まれへんな。TUS、ブロービンガーゼン、わからへん。もう何のこっちゃわからへん。っていうような、5部です。5部のチームでプレイしてます。読まれへんちゅうの。で、どうやらさらに移籍をして、来シーズンも違うチームでプレイするみたいです。どうでもええわ。はい。まあ、この選手一応で言うてね、あれなんですよ。ワールドカップの優勝メンバーなんですよ。2014年のね。で、まあ、もちろんユーティリティというかサイドバックからボランチからどこでもできるんですけど、守備のポジションやったら。いい選手だと思うんですけど、結構クセモンでね、なんか、サポーターとちょっとトラブったりとか、なんか酔っ払ってホテルでなんか、放尿したりとかね。結構癖の強いやつで。はい。まあでも、キャリア的には、ドルトモントのユースなんですね。そう知らなかった。で、ドルトモントで活躍して、その後は海外結構点々かな。ドルトモント行ったり、点々としてる感じの。でも一番キャリアのハイライトはドルトモントかな。香川真司とかのチームメイトやからね。だからタイトルも取ってるはずなんですよ。まあすごいよね、まあでもね、もう年齢的に30半ばですから、まあ今5部ですからね、まあ最後サッカーをエンジョイして引退という感じでしょうね。